はい、完成しました。めっちゃ盛り上がってるやん。はい、タイヤもね、装着させていただいて、もういかついっすよね。で、その他にも、完成した仕様から変えたところっていうのをご紹介しようと思います。結構こだわりあるんですけど、まず今回のテーマはパナレーサーとコラボしたバイクっていうのを、コンセプトに作らさせていただきました。どういうことかっていうと、まず、当然タイヤはパナレーサーのタイヤ履いてるんですけど、パナレーサーってブランドカラーが紫なんですよ。で、トップストーンも結構紫がありますので、そこに対してさらに紫のパーツを加えたっていうような形になってます。で、具体的に言うと、まずこのステッカーですね、もうなんか一体化してるようなダウンチューブにパナレーサーっていう紫のねステッカーとか、あとはレフティの方にもパナレーサーのマークが当然入ってますし、パナレーサー、ここは白のロゴの方が目立つんで白にしましたね。紫要素他にも順番にいくと、まずこれね、ボトルケージ、これね、いろんな角度から見てほしいんだけど、これ見てください。チタニウムって書いてあるんですよ。チタニウム、これね、チタンの色なんですよね。塗装ではなくてチタンのカラーで、本物のチタンです。はい、本物のチタンです。なんでこれ1個が、7000ぐらいするんですけど、7000×2 ですね。で、めちゃくちゃ綺麗、緑、紫みたいな。で、個体を結構紫がここに多めのやつを選びました。で、ここが緑、トップストーンに合うようなやつを選んでます。これが1点目ね。で、ここにもね、もともとダボ穴があるんですけど、チタンのボルト入れてます。はい、チタンのカラーのボルト、紫っぽいでしょ。はい、ここも入れてたりとか、もともとついてるっぽい感じの、そうなってると思うんですけど、こうで汚れとか入って、泥とか入っちゃうんで、もうここ入れちゃいました。チタンのボルト入れて、またね、なんかこういうね、フェンダーつけたいと思って、その時はここ外すと思います。で、あとは、まずパナレーサーコラボとして採用したのだけ言うと、ここね、これもスパカズ、紫の個体が多いやつの、コラムスペーサー選びました。で、4つ入ってるんですけど、そのうちは3つ使ってます。で、このちょっとへこんでる部分、凹凸になってると思うんですけど、これは純正の黒いやつですねを使ってます。で、トップキャップもスパカズですね。スパカズのオイルスリック、紫の個体が多いやつを選んでます。で、こっち見てください。こっち紫の多い個体を選んでる。そう、で、ここ見てほしいんですよ。これ 3T じゃない、 3T のここ、ほら、すごい。これはね、青い個体の青色が多い個体を選んでる。そう、比較的カラーにあるんですね、すごいね。そう、で、これをね、もう結構こだわり強くて、ここも、何個も何個も厳選して選んでます、ここもね。面白いね。マジョーラがね、流行ってる。流行ってる、ハマってる、ハマってる、流行ってるですね。ハマってる、流行ってる。で、これもこれ、これ、あ、そうね、あ、これもね、キャップもマジョーラだね、紫やね。次、バーテープかな。これがもう本当にキャノンデールのここと全く一緒のカラーのやつを見つけまして、シクロベーションっていうメーカーのバーテープになります。これね、わざわざね、買いに行きました。取り扱いが、自分の働いてるところではないんで買ってきました。めっちゃ見にくい、もう。で、ちょっと遠目から見ると、緑っぽく見えるんですよ、このキャノンデールの。これの色にも見えなくもない。ちょっとね、見方、ここからの絵すっごい綺麗。そうなんですよ。で、綺麗、綺麗、めっちゃ揃ってる。なんかもう、もうこれもともとこんなんやったんじゃないっていう感じ。そうここと、こことここがもう綺麗ですよね。え、なにこれ、すごいな。こだわり強いんで、強すぎる。やっぱね、インスタやってる身としては写真映えが命なんで、はい、これはね、見てたい感じ。多分ずっと見てたい、振り返るよね、これ通ったら。いや、ずっと見てたい感じの綺麗さ。
さだよ。このバーテープね、3800円ぐらいで買えます。まあスパカズとかと一緒ぐらいの値段で買えるんで、おすすめっすよ。シクロベーション面白いですね。これはエモいよ。なんか、うん、パナレーサーのブランドカラー入れたなって感じするでしょ。入れたね、うん、パナレーサーとキャノンデールがコラボしたらこんな感じだろうなっていう、うん、でね、サドルも変えたんですよ。これ 3T から取っ替えました、奪いました。私これじゃないとダメっすね。これめちゃくちゃ重いカンビウムなんですけど、リミテッドモデルの茶色なんですけど、これじゃないとやっぱね、お尻合わないですね。グラベルはフランクブラザーズっていうメーカー、キャンディーワンっていう3000ぐらい、あ、3000じゃないな、6000ぐらいのやつか。結構安い、あの SPD に近いやつですね。で下の方がマックオフのツールボトルに、下にあるこれ、これね、これ最近出たばっかも、グラベル用じゃないんです。グラベル用って歌い方じゃないですけど、これグラベルにすごい向いてるようなボトルケージになると思います。これと一緒な黒のカラーなんですね。でこれがすごい樹脂でできてて2000円ぐらいのものなんですけど、まずこう位置もね、結構ね幅広く選べる、ここね。でかつホールド力が強い、チタンとかと違ってしっかりホールドしてくれるんですよ。デメリットとしてはちょっと出しづらいっていうのはあるんですけど、これグラベルとかのまあ中で振動で音が鳴ったりすることも防いでくれるっていうエリートのボトルケージ。これね、もうグラベルロードとかマウンテンとかにおすすめです。だから、はい、固定力とかホールド力が高いから、そういう工具とかすぐ出さないやつ、そうをしまっておくのには最適って。あとはね、こういう風にここが開いてないからよっぽど落ちることもないし、ここだと、うん、で倒れた時にこれがアルミだと一緒に持ってかれちゃうっていうか、折れる可能性があるからここに採用してます。で気分次第というか、まあそう、例えば本気でなんかレースとかなんか出るってなった時はこれ使わないです。これはあの音うるさいんでこっちに変えようかなと思って今2つ持ってます。はい、ガチ用、うん、今はもうほんと写真映えのことしか意識してないんで。エモいね。うん、エモいエモい言うけど、いや、まあ、エモいエモい。そうっすか、うん、こっからの眺めが最高、ほんとに最高だそうです。とりあえず、カスタムとしては終了です。はい。で、しばらくこれで乗ろうと思ってます。いろいろ消耗してきたら、TI2 に変えるか、もしくはこのままね、仕様で乗っていくか。ちょっと迷い中ですけど、していこうかなと思ってます。あと、これ、今この状態なんだけど、あれつけると思う。あれ。これ、多分付け替えるかな、これ。これ、もともとグラベル用なんですよ。TT はめっちゃ短いじゃないですか。だからグラベル の長距離、例えば200キロとかそういった時に出る時にこれつけるかな、多分。これをこっちにつけると思うな、多分。そこぐらいかな。今はつけないですね。とりあえずこれでいいかなって感じですね。以上がトップストーンカーボンのカスタム動画でした。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。